ミネオ TV、 ミネオ TV。 皆さんおはようございます、ミネオです。本日も、闘技場初日討伐ということで、370万なんとか届きました。そちらのまあ一応参考程度に立ち回り見ていただけたらと思います。で今回ね、左あるように、弱点属性が打属性と熱属性で、その他に関しては全て耐性が50ということなんで、なかなか、熱属性ない方ちょっと厳しい感じかな。で、かなり硬い。で、物質系なんで必ず証は、物質の証つけていきましょう。で、道中に関しましてはですね、基本残属性でいけるっぽいかなというところで、今回このように、開破山メインの戦士で主人公は組んであります。で、相棒のポップさん、戦闘力5809。こちら、メラゾーマ、一応こちら貫突部になるんですけども、こちらでなるべくボスの体力削っていきたい。そして大君は、こちらもね、炎系で一応組んで、道中の雑魚処理ということ。あと、ワニさんに関しては、この、開始、必中ね、快進撃。こちらを、ボス前の雑魚処理としてね、使ってます。かなり有効。で、証はね、先ほど言ったように、デュランダルをつけてます。はい。では、道中の様子を早速見ていただきましょう。それでは、どうぞ。なんとか。開破山さえ切れなければいけそう。うん、いい感じ。いやー、これがベストじゃない？あとここで。初回はここの快進撃入れていってからの火を入れる。ガーゴイル単体に海波さん使わなければいけそう。頑張れ頑張れ、メラ行くんだ。あー、ダメだ。ちょっと後半ぐだっちゃったか。俺たちの勝利だな。どう？コメちゃんの水晶がめちゃ強い。熱物理強化で炎舞火炎切りと相性が良い。372万、なんとか無事目標達成です。ありがとうございます。はい、ということで、今回ね、初日討伐ということで見ていただきました。道中は本当開破山結構有効じゃないかなと思うのと、まあ最後のボスに関してもね、まあ伊予で体勢下げた方がいいのかギラで行くのかっていうところがちょっとここ悩みどころではありますが、まあ現状なんとかね、前回と一緒ぐらいのスコアは出すことができたと思います。何卒いろいろ賛否はあると思いますが、参考程度でご覧ください。はい、いつもご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは失礼します。